東京二機械オペラ劇場ダナへの愛乱す役の福井慶です。この私の乱すという役はもともとはロバを追っている少年なんですけれども、ある神によって全てのものを黄金に変える力をもらったという、そういう若い男の役です。黄金に全てのものを変えてしまうという力を人間ミダスはどのように使うのでしょうか。で、まあ、そういうところが一つの見どころだと思います。そしてもちろん主人公であるダナエという女性との愛というものがどういうふうになっていくか、一応若いという設定ですので、私といたしましてはその若さを存分に意識して演じていこうと思っております。稽古場の雰囲気は本当にとても和やかな中にも、何かこの日本初演のオペラというその新しいものを生み出していこうという気概が本当にこう満ち溢れている稽古場でして、もちろん指揮のジュン・メルクルさんも本当にこう爽やかで、しかし深みのある指揮を振ってくださいますので、私たちもとても楽しみにしておりますし、それから、まあ、演出もここでは言えないんですが、とても驚きの結末が待っていると思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。リヒャルト・シュトラウスのこのオペラは、彼自身がもう亡くなる本当に少し前に書かれたオペラですので、シュトラウスの書きたかった音楽、それから自分のイメージするドラマ、全てが本当にもう 120% 注ぎ込まれたオペラになっていると思います。ですから彼の本当に豊満で流麗な音楽、そして本当に人間の愛とは何だろうという、その究極のところをこう存分に楽しめるオペラになっていると思いますので、ぜひご覧になってください。どうぞよろしくお願いいたします。東京二機械オペラ劇場ダナへの愛、お待ちいたしております。